年間売上2億5000万オーバー。レイングループタレント揃いのこのグループにおいて、2019年グループ年間売上ナンバーワンという栄光に輝いた男、アリエル所属成瀬歩。彼の知られざるプライベートに迫る。まあ、18になってすぐホストだったんで、ホスト以外はしたことはないですね。でもホスト初めて12年。はい、そうです。レイングループに入ったのはいつは、3年前ですかね。簡単なそのホストの経歴みたいなのをちょっと教えていただいてもいいですか？あ、経歴は、はい。18でホスト始めて、その時は、まあ今はないんですけど、まあ免許場みたいな、まあマイナー店だったんですけど、3、4年ぐらい働いて、そこからエアグループ行って、で、まあ、2年で代表やって4年やって、まあ、そうですね。で今ぐらいですかね。はい、こんな感じは結構普通ですね。タワマンとかすげえ豪邸住んでそうみたいな言われるんですけど、そんなあんま家こだわりなくて。最初の気だったのが、はい、そこのなんか絵画。ああですけど、はい、こういうのも好きなんですか？ああ好きっすね。でも今年で30なんで、なんか美術館とかたまに行くようになりましたね。友達ん家にひまわりがあって、はい、あ、いいなと思って俺も買ってみたんですよ。ちょっと同じじゃなくて別のやつ。パソコンあるんですけども、はい、どういうことをされるんですか？パソコンですか？まあでもなんか編集して動画たまに作ったりとか。あ、そういうこともするんですか？たまにやりますね、はい。どういう動画を？まあなんか面白い系とか。面白い系、なんか今流行ってるなんかバカっこいい日常とか、はい、 ああいう系です。ホストになったきっかけは何だったんですか？18歳の誕生日の日に先輩に祝ってやるって言われて、新宿に行ったらそのまま退入させられたっていう、そのまま入ったっていう感じですか？でもそういう理由ですか？はい、理由はそのぐらいです。ホストを始めて売れるのに時間かかりましたか？はい、11ヶ月間指名っていうかお客さんがゼロでした。結構長かったです。周りよりか、同期よりは。では一番遅かったですか？ホストのイメージってどうでしたか？やっぱ女の子騙してお金取るみたいな。実際やってみてどうですか？まあ両面ありますね。はい、両面。いいところ悪いところ。あそこに、はい、ボードの部屋があるんですけど、はい、あ、ボードめっちゃ好きで毎週行くぐらいハマってて。プライベートどういう過ごし方ですか？プライベートは本当ゴルフかスノボかみたいな感じですかね。なんかキャストの監督入られたりしますか？あ、めっちゃ来ます。はい、5、6人とかいたりとかしますね、よく。まあみんなでなんかスイッチとかやったりとか、まあ店持ってって営業後とかにもできるんで、はい、まあスイッチ持ってってみんなで、今マリカーすか、はい、マリカーとかみんなでやったりとかはしてますね。はい、レイングループに移籍したきっかけは何だったんですか？はい、あー、きっかけは、まあ、店やってて、まあなんかいろんな方向性の違いとかが出てきて、その時に、まあ辞めますみたいな感じで辞めたんですけど、円満な辞め方だったし、まあ、僕何より代表だったんで、人数集めるのすごく大変だなっていう実感と、人数のいるお店に行きたいなとか、はい、僕辞めるって決めた日から、もう40日後には辞めたんですよ、決まりで僕選手。辞めるその前日に初回の子になんかロミジュリっぽいよねみたいな言われてたんですよ。それが頭にあって、退入行ったんですよ、ロミジュリ。そう、そういうのあるんですね。そうそうそう、したら典型だったんですよ。でも年間1億9000ぐらいがマックスでしたね。そんなにいってたんですか？そうですね、2億が行ったことなかったです、今まで。はい、去年が2億行ったのは初ですね。それで入ってみてリングループどうでした？ロミジュリって7割くらい沖縄の子なんですよ。そうなんですか？そうです。すごい。でもめちゃくちゃびっくりしましたね。はい、今までにない感じだったんで、空気感とか、まあ、圧倒感はやっぱすごいですね。はい。料理とかしますか？します。ね、するんですか？めっちゃ最近です。どういうの得意ですか？めっちゃ、料理って言っていいか分かんないですけど、まあ本当ご飯炊いてとか、
最近炊飯器買ったんですよ。まあ、ご飯を自分で炊くようになったっていうぐらいですかね。はい。冷蔵庫の中で見てもいいですか？あ、全然いいっすよ。もうめちゃくちゃあれっすけど、こっちを、あ、こっちなんすよ。めっちゃ、あ、でも、はい、結構庶民的というか。そうですね。はい、めちゃくちゃ普通っすね。どういうのにお金使うんですか？お金ですか？お金あんま使わないっすね。あの、従業員と遊ぶ時のお金とかはあんま惜しまないですかね、基本。はい。上にそう、ドラゴンボールのフィギュアが、はい、すごい買ったんですけど、ドラゴンボールめっちゃ好きなんですよ。前の店舗の従業員とかはやっぱ好きで、なんか一番くじってわかります？あ、はい、わかります。コンビニとか行ってとかで取ってやるやつとかをくれるんですよ、当たると。はい、俺が好きなの知ってるんで、で、なんか数々集まりましたね。結局こんなになっちゃいました、ね。あれ、はい、すみません。あ、プロテインっすね。ヘビーフェイトっていうアメリカの、これ一杯で700キロカロリーぐらい取れるんですよ。すごいですね。はい、にでんぷん混ぜて飲んでますね。嬉しかったことは、まあ、親に成長したねって言われたことですかね。一番辛かったことなんですか？一番辛かったことは、ホストとしてじゃなくて、男としてのプライドとホストとしてのプライドをなんか分けれなかった時期ですかね。男の部分のプライドがあったら、きっとお客さんと喋ってて噛み合わなくなっちゃうと思うんですよ。なんて言うんだろう、例えば自分が黒が好きだったとして、でもまた女の子は白が好きだとします。で、何色好きって聞かれたら多分白って答えますよ。これが多分こう男のプライドを捨てるっていうことだと思うんですけど、プライドっていうか、まあ、ホストのプライドっていうか、なんかそこで自分を出して黒が好きって言い張る子と合わせて会話ができる人と、まあ、間を取ってグレーって言える人とか、まあ、いろいろさまざまだと思うんですけど、まあ、僕はやっぱそういう単純に自分の好きなものを、あ、こうなんていうの、相手に合わせたくないなとか、まあ、そういう部分が強かったんで、もうどっちのプライドも僕は捨てれなかったんですよ。そこが一番苦戦したポイントでしたね。はい、折ったら早かったのに折らないで済んじゃったから、すごい逆に苦労しました。これとこれパテックなんですか？はい、これオーデマピーでね、ビシャルンです。なんとなく僕でも聞いたことあるんですけど、はいはい、いくらぐらいするんですか？まあ、だいたい4桁ですね、全部。4桁？はい、だいたい